それでは本日もこちらやっていきましょう。前回選択肢を間違えたところまで戻しました。前回は下選んでしまったけれども、こっから先ちょっと胸クソ要素です。俺には大丈夫には見えない。やっぱ瑞希お前なんか無理してないか。おい、どうして泣くんだよ。なんでまたどっかのバカ男にいじめられたりしてんのか。今度はストーカーか。どこのバカ野郎だ。俺が半殺しにしてやるから。違う、そんなんじゃ。じゃあほら見つけ、泣くのまで我慢するなよ。辛いぞ。私もう見つけ、水木が亡くなったのはよっぽどの時だけなのに、なのになんで俺には何も言ってくれないんだ。ほら大丈夫だからな、水木。大丈夫だって、大丈夫だから。そう、これなんだよな、まさに今のついフェミそのものなんだよな。これ何かやっても、こういう風に何にも知らないんじゃなくって、片一歩が有名だから、片一歩のついてる人が無名だからで、その人を痛めつける、まさについフェミじゃないですか。大したことじゃないのにさ、先生の恋人ずらしちゃってタメ口聞いて先生に文句まで言って。これ大した子じゃないって決めるのはあなたじゃないですよね。これこれもついフェミ。嫌よね、大手の先生んとこの売り子してるのステータスとか思ってる大バカって。こういう風に周りが言ってるの、まさに今現在のついフェミなんですよね。結局あの子もその口でしょ。コミバのこと全然知らないって噂だよ。あ、そこだけ合ってるな。そんなんでよくやってられるよね。何考えてんのか、恥ずかしい。そういう風に裏で陰口よく言ってられんな。なんだよそれは。瑞希の一体何が。おい、どこのどいつか知らねえが、瑞希の何が。大丈夫か瑞希。おい、何、紙くずどっから投げてきたんだ。こんな誰かが投げたとしか、なんか書いてある、なんだろう。あ、これを投げつけて。瑞希こういう風なんだよな。くそ、瑞希これは悪ふざけで見逃せるもんじゃねえ。悔いでやってやがんだ。ファンの子だよ。ファンでも分別は必要だろうが。俺の漫画がとやかく言われるんならともかく、振り子の瑞希がこんなこと。私は全然気にしてない。瑞希がおかしくなったのはもうすでに12月の29日やらの、違った、冬コミからだった。つまりもうその時点でこういうことが起きているってのは。それよりこんなことで怒らないでよ。怖い人だって思われるじゃん、本気に響いちゃう。こういう風に今の瑞希が本当についフェミの痛めつけに参ってしまった、痛めつけられた人と同じなんだよな。だけど俺には、だから怒っちゃダメだよ、ね、でこういう風に自分に言い聞かせて精神的に追い詰められていく。お前のことあんな風に嫌がる奴らなんだぞ。俺のことであんなに怒れるお前が何も言わないんだ。本当に今現在のついフェミを見事に見ているように作られてるっていうか、これがで、このゲームができたのもあの2000年なんですよね。ツイッターどころかまだインターネットも今のように発達しているっていう状態ではないんですよ。そんな時にこういう風なことを作っている。
予想してるんですよ。風にね、自分から釣り合わない関係だと片一方が有名になるとどうしてももう片一方はそう思ってしまうんですよ。ただの売り子なんかをエコヒーキしちゃうイメージダウンなんだ。ここなんですよね。ただの売り子、そしてカズキは今現在では同人界ではもう有名どころということは、好きじゃない子に優しくしちゃダメだ。美月がただの売り子なわけねえだろ。ほら全然よくねえよ。そんな予想上しくすんなよ。なんでだよ、なんでそんなに離れていくんだよ。いつも一緒に仲良くやってきたじゃねえか。とにかく救護室に行こう。ここじゃゆっくり休めないだろう。水木のやつ、ただ気分が悪いだけじゃないだろうけど、ここじゃ周りの視線がな、さっきからなんか周りの視線がおかしい。単に物珍しいからってわけじゃねえ、明らかに睨んでるやつも。ここにいちゃ余計に水木がかわいそうだ。ほら行こう水木。水木のやつ地球護室に連れてったけど、やっぱついてであった方が良かったかな。だけど水木のやつ一緒に行こうかって言ったらむちゃくちゃ怒りやがったし、最近水木のやつが何考えたのか分かんなくなっちまったよ。精神的に追い詰められているようなやつのような考え方になってしまってんだよな。即売会に身が入んのよな。ねえ、鬱陶しいぞ、どうし。うわ、悪い。お前の無気力な態度がサークルの売り上げに影響することも少しは考えたまえ。2000冊以上印刷できればそういう風に売り上げに影響することもあると思うけれども、2000以上はできないからどうしようもね。そうだな、この辺が逆商売の辛いとこだよな。やっぱ救護室に行った方がいいか。ここにいても全然気分が盛り上がらないし。そうっすか。すみません。で、こっから先もまた胸クソなんですよね。はい。また俺のファンだってここな。こんな時にもファンの子が来ても、なんか複雑な心境だ。なんかよ。聞いたんですけど、売り子を募集してるって本当ですか？こういう風に、いなくなったら、あ、やめさせられたんだっていう風に、こういう風に募集をかけてるって嘘まで言って、水木の場がなくなるっていう風に追い詰めようとする精神的な方法です。なあ？売り子だって、売り子なら水木も留守大使だって。いや、悪いけど今は特に募集してないんだ。そうなんですか？ああ、そうだけど。売り子の子が辞めたって、それでみんな、売り子探してるって言ってたんだけど。こういう風にみんながそういう噂を一気に立てて、水木の居場所をどんどんなくしていくっていう精神的な痛めつけ方、ほんとツイッターでのついフェミのやり方と全く同じなんですよね。別に売り子やめてないけど、そういう風に、だよ、また水木が悪いって言いたいのか。とにかく今売り子は募集してないんだ、帰ってくれ。こういう風に何も考えていない、とにかく近づきたいっていう風に思っている人だけ。すみませんでした。あ、水木どうしたの。いや、なんか俺が売り子募集してることたわけた噂が流れてるみたいだな。さっきの子も売り子にしてくれってさ、参っちゃうよ本当に。水木ごめんね、今日いいって。誰だって調子の悪い日があるもんさ。何が？このままだとめちゃくちゃになっちゃう。むしろカズキだけでやってたサークルなんだからめちゃくちゃもそうないような。なんでだよ。まただんまりかよ。一体何が悪いって言うんだ。らしくねえぞ水木。らしくねえ。全然らしくねえ。いいじゃねえか。俺とまあ脱なんだから。今までもこれからもそうだろ。俺に何かあったら水木がフォローしてくれよ。だけど水木に何かあった時には。俺がお前を全力でフォローしてやるよ。だからさ、遠慮してくれんなよ、みつき。今までだって、これからだってそうだろ。俺はそうだと思ってたけど、それは俺のうぬぼれか？ほら、見ろ！うぬぼれてるのは、多分、私の方。そんなことはねえと思うけど、みつきのやつ何気兼ねしてんだ。いつものみつきどうなっちまったんだよ。休憩の時間じゃない。行ってきたら。
そうだけどさ、水木をこのままにしていっていいのか。大丈夫、本当もう大丈夫なんだって。もうあんなことにはならないから。私にはそれくらいしかできないし。無理しなくてもいいんだぞ。救護室で職場で終わるまで寝ててもいいし、先に帰ってでもいいし。いいの、水木。私は売り子なんだから、お願いだからさせてよ。もう一度、今度はちゃんとやるから。お願いだから、私ここにいさせてよ。出ないと。水木がそう言うなら俺はいいけど。当時プレイしてても本当胸くそで悪かったんだよな。水木のやつなんか妙に売り子にこだわってないか。なんでそんなに売り子にこだわるんだ。売り子するのに何の意味があるんだ。それは俺が水木が売り子してくれて助かってるし。だけど水木にあそこにどんな意味があるって言うんだよ。自分も即話会に参加してる実感、本が売れる楽しさ、お客との対話、今はないけどな。それだけか。水木のやつまだ何かそこに意味があるんじゃないか。このイベントが終わった後はもう何もありません。本当にね、ズイフェミのあのやり口見るたんびにこれをちょっと思い出してたんですよね。全く同じだって。精神的に痛めつけて、さらにやめた、休止した、何も反応がなくなった途端居場所をなくそうとするという、あのやり口。ほい、ストーリーは絵はデッツな。よし、同人神。ちょっと遅かったな、同人の神になるのか。さあ、ギャルゲもいよいよメガネロリロリ。正直コミックパーティーのアフレコ実況しようとした理由もそれです。ツイフェミのもう結構いろんなやつらがまさに同じことやってるって思いましたからね。おお、300万。まくても21。あの戻し作業の時に29出しましたけどね。2月もバレンタインイベント以外はありません。
すがにもう29レベルはかけないか。もう運動しても変わんねえよ。で、あとはバイトで14日までやろうと思ったら休息になってまた、もう休息しなくても1ヶ月間走まともに動かせるステータスにはなってるけどな。やっとちょっと一旦また選択肢間違えるとまずいし。はいはい、仙道です。あ、その子や。なんだよ、水木か。どうしたんだ？今はちょっと忙しいんだけどな。ああ、と言っても少しくらいなら大丈夫だよ。ね、なのよ。ちょっと、外で出られる？あ、外へ？ちょっとの間ならいいけど。だけど、なんの用なんだよ。電話で話したくないことなのか？まあいいよ。じゃあ公園でな。速攻で行ってやるよ。じゃあ、私
分かった。まあしょうがないな、公園まで行くとするか。水木はまだ来てないんだよな。まあ水木もすぐに出るとか言ってたからもう来ると思うけど、ごめん待った。走ってきたのか。うん、わざわざ走ってくるような距離とかじゃなかろうに。それとも走ってこないといけない理由でもあったのか。水木のやつ何赤くなってたんだ。走ってきたからか。で、用って何なんだ。ごめん、その本当に大した用じゃなかったんだけどさ、その今日中に渡したかった。あ、本当に大したことないんだよ。何強調して言ってやがんなよ。これ綺麗にラッピングされた筒に、しかもやけに大きい。なんだろう、開けてもいいか。うん、いいよ。じゃあ開けてみよう。これってチョコレート。そっか、今日は2月14日バレンタインデーだったんだ。あ、水木のやつ相変わらず気が利くな。しかしほんとやけんでかいぞ。これってやっぱ手作りなのか。ちゃんと飾り付けもしてあるし、ラッピングといい、なんか気合入りまくってやがんな。みずき、これ。ギリなんだからね、ギリ。あんた、フリージ貼ってるし、市販のやつじゃ、とても足らないと思って。だから。ギリなのか、これ。だけど、今年は大丈夫だよね。何がだよ。今年は、ファンの女の子いっぱいいるからさ。ニキビいっぱいになっちゃうね。あ、ちなみにこれ吹き出物が出るっていうのはもう完全に眉唾物です。こんなチャンス一生に一度だけだよ。見つけなきゃ、私もいつまでもあんたの守りできないんだから。水木子、俺なんかよりももっともっとチョコくれてやる相手いないのか。こんな手間かかったもん作っていいのかよ。義理だったら余り物とか失敗作でいいんだぜ。いいの、どうせいないから。俺にばっか構ってるからだよ。お前こそいい加減にいい野郎見つけろよ。こういうチョコ本命のやつにやって俺にばっかってば。俺にばっか、なんで水木は俺なんかにこんな手間かけるんだ。どうして俺ばっかりこんなに。まさか水木が好きなの。今までもしかしたらって思ってたけど、まさかと思って打ち消してた。だけど水木は俺のためにいつも。それはきっと、じゃあそうだっつったら俺は水木どう思ってんだ。俺は水木を好きだと思う。いや、俺はきっと水木のことが好きだ。ずっと前から。なのに俺と来た日には水木のこと何も分かってやろうとしなかった。好きだと言うならこのままじゃいけないんだ。このままじゃ水木をそんな気持ちのままにしておくなんてできない。俺がはっきりしないと、そうでないと、こんなあやふやな関係のまま水木を、そんなの水木を苦しめるだけだ。どうかしたの？なんか難しい顔しちゃって。あ、悪い、ちょっとな。水木、ちょっといいか。水木、うん、いいけど。大事なことなんだ。あのさ、水木とのファーストシーン、キッシー。どうかして。今ほら、でもこれがメインヒロインだからっつってな。こういう風に顔のドアップでやるよりか、あやちゃんのようなストレートの分が欲しかったんだよな。いや